はい。えー、アンケートありがとうございます。2016年1月11日3時35分48秒。のりあきさん。えー、吉谷社長に聞いてみたいこと。人と話すのが苦手でして、喋りも苦手。でもネットビジネスでやりたいのですが、心配ですと。なるほど。まあ、これはですね、僕自身も喋るのは苦手だったんですけど、あのー、もし喋りたいんであるならば、喋るっていうことが、 解決策しかないですねうんその例えば車の運転が苦手ですって言ってじゃあ車の運転苦手だけど運転がこううまくなる方法あるのかっていうと車運転せずにうまくなる方法ってなかなかないじゃないですかうんなかなかないんですよでもしあるとするならば車の運転でもしあるとするならば例えば、まあ、ゲームセンターでこう練習するとか まあでも全然ちょっとね感覚が違うんであれですけどじゃあそれ、まあ、そんな感じで言うならば例えば人前で話すことがちょっとや苦手なのならばその、まあ、ゲームセンターじゃないですけどそのバーチャルで例えば、まあまあ、人形でもいいと思うんですけど人形置いてでこれに対して話してみるとかいや人,人じゃなくてこれだったらまずこれ人が苦手だったら物に対して話してみるとかっていう練習をしないと まあ絶対うまくはならないので、うん。練習あるのみです、うん。苦手を克服するためには練習しかないので、うん。そうですね。で、いつまでも苦手苦手って言ってたら、まあずっと苦手なので、苦手意識を克服するためには僕は練習するしかないかなと思います。で、練習せずに苦手を克服できる方法があったら、僕も教えてほしいですね。<laughs> 練習せずに、うん。 苦手を克服する方法。例えば、車の運転したい苦手。だけど、車を運転せずにそれを克服する方法。多分ないですよね。多分ないと思いますので、まあ、その喋りも一緒だと思います。僕自身も、その喋るのっていうのは別に得意な方じゃなかったです。で、10年間ずっと、まあ、文章とか、そのライターをやってたので、うん、人と喋るってことはほとんどしてませんでした。ただ、 人、あのー、前に出てバーって、まあ、1年2年ずっとこうやっててでうまくなりましたはい、うん、だ僕ももうセミナーに関してはもう100回以上やってると思うんですけど、まあ、そこまでやれば、あのーまあ、怖くなくなりますよ車の運転も例えば1万回こう運転してる人と今日初めて乗る人じゃやっぱその感違うと思うんですよね、うん だから本当にこれは数こなしていくしかないのかなっていうのは僕の見解ですってかまあこれしかないと思いますはい心配を克服するためにはその心配を、えー、しないように努力する練習するまあこれスポーツでもそうだと思うんですけど試合勝てるかどうか不安でその不安を取り除くためにめちゃめちゃ練習するわけじゃないですかスポーツ選手もうんイチロー選手とかもその バッターボックス立つ前にめちゃめちゃもう偉業を成し遂げた記録を出してますけれどもそれでもあの試合に臨む前にめっちゃ準備するわけですよまあこれ一郎選手の,そのなんかドキュメンタリーとかまああと本とか読んでいただけば分かると思うんですけどめっちゃ準備するんですねめちゃめちゃうんめっちゃプロで偉業を成し遂げた人ですらその試合に臨む前にめっちゃ準備してるのでうん必ずい 試合の1時間半前ぐらいには球場入ってずっと準備運動してるとかね、いろいろありますけど、うんだ心配とか不安を取り除くためには、まあ、そういうことをやるしかないのかなと僕は思います。はい。えー、のりあきさん、えー、ありがとうございました。